こんにちは、あやなんでーす。で、今日はですね、ちょっとだけ真剣に私の現在のいろいろなナイーブな部分とか産後の体のことだったりとかを話していきたいなと思うんだけど、それがね、なんでそういう風に思ったかって言ったら、こないださ、私めっちゃ大泣きしてさ、子宮頸がんで判定がアスクハイでしたみたいな動画撮ったじゃないですか。もう行ってきたの、こないだ、もうほんと3日前ぐらいに行ってきたから、もうそれがどんなもんだったかっていう話とか、二人子供産んでデリケートゾーンとかのケアとかってどうしてるとか、改まってこういう話しないなみたいなことをちょっと話してみたいなと思ったんで、今日はサブちゃんでその話をしていきたいと思います。で、とりあえず私がまず一番最初に言いたいのは、あのアスクハイなってもう傷ついたってなってる時に、視聴者さんたちがもういっぱいコメントくれたじゃん。本当に心強くなって、あの動画を上げるまでもうどうしようって言って泣いてさ、もう本当なんか終わったと思ってたんだけど、みんながこういっぱいいっぱいいろいろ DM、 あのインスタでも DM くれたりとかさ、コメント欄でもいっぱいくれて、大丈夫だよ、安心して行ってきなっていうのをね、コメントにくれたから、本当にありがとうございますっていう気持ちで、そう、それで行ってきたの。あのちぎるやつ、もう本当怖かった。怖かったけどね、でもね、確かに膣の中はそんなに痛覚が敏感じゃないから、あんまり痛くないよっていうコメントがあったんだけど、本当にその通りだなと思って、結構グーって奥まで行った、その突き当たりみたいなとこをパチッってやって、うっってなる、なんか痛ってなるけど、でも手のひらとかこういうところをグッてつねってれば、まあそんなに痛み感じないかなぐらいの痛み、それを3箇所っていう感じで、検査自体は結構早く終わったのよ。で、私がその後辛かったのが、その出血するから詰めますよって言ってガーゼを詰められたんだけど、でそれをね、抜くのがすごい気持ち悪かった。それが一番気持ち悪かった。で、なんて言ったってもうこんぐらいの長さが膣から出てくるから、マジシャンみたいな、テリリリリリリ、どこまでもガーゼが出てくるの。出す時がすっごい気持ち悪くて、で引っ張っても引っ張っても終わらない長いガーゼが入ってて、それが一番気持ち悪かったかなって感じで、検査自体は本当になんかそんな痛みとしてはそんなになかったから、あ、よかったなっていう感じ。まだ結果は出てないんだけど、とりあえず検査を乗り越えたことで私はもう一旦落ち着いたって感じ。まださ、家の中が風船だらけなんだ、見て、ほら、飲み屋さんみたいな見た目してんのよね、うちんち今。そうで、あと何が話したかったかなっていうと、なんかよくね、私が言ってもらえるのが、なんか、なんか子供産んだのにそんな体型に見えないねみたいな、細いねみたいな感じで言ってくれたりとか、まあそのどうやってダイエットしましたかとか、避妊のね、こう問題、ピルとかちょっと話したいなと思ってるんだけど、私も子供3人目も考えてないから、もう2人で終わりってもう決めてて、そうなったら自分で守るしかないのかなって思って、福丸を産み終わってから母乳とかも終わってすぐピルを飲み始めたので、その前にポンスの産んだ後もちょっと飲んでたの、2年ぐらいで、私最近ピルをやめたの。そのピルを、ピルを飲んでた4年間何が違ったかなって今考えると、私の場合なんだけど、肌に水分がめっちゃ溜まってますみたいな肌になるのね。化粧崩れとかもなんかほぼないし、ツヤっとした肌でいられたのがまずある、でかい。で、2個目がまあその管理がしやすい、旅行の日とかこの日はもうダメだな、生理が来るっていうのがもう一目瞭然だから、もうそれは当たり前なんだけど本当に楽だったなっていうのと、あと血の生理のね、量ドバーって出ることがあんまなかった。で、嫌なこともあったのね。ピル飲んでてデメリットがあったんだけど、私は膣炎がめっちゃ増えた。感じだとか、なんか細菌性膣炎とか、なんかあれ性病とか思われてんだけど、全然性病じゃなくて普通に風邪ひくみたいなことで、で、なんか匂いが変になったりとか、そういうのが超頻繁に起こるようになっちゃってたなって今考えると本当に思う。それが最悪のデメリット。一番最悪。てか、それが嫌すぎてやめたからね。ピル飲んでる人はなりやすいっていうのはもう普通に出てるらしくて、副作用としてあるというか、最悪だったね。で、あとデメリットは、気分がね、ずっとちょっと控えめみたいな感じになってたと思う。だ、これピルをやめたメリットの話とだから似ちゃうから、もう今やめた後の話をもうするんだけど、ピルをやめてみたらね、汗の量がやばいの。まず体温が超高くなる。ずっとなんか寒かった、冷え性でエアコンとかですぐ風邪ひいたり、免疫がとにかく下がってるなっていう感じがあったのが超元気みたいな。で、サウナ行くじゃん。今までかいてなかったところに汗をかくのよ。うわ、すっごって思って、それがめっちゃびっくりしたの。
だそんだけすごい多分基礎代謝とか体温が下がってたんだなってすっごい実感して、でもその代わりもう顔の汗とか頭汗がもうどんどんあの夏だしひどくなってんなっていうのは、っていうあの体調の変化がありました。うちさマジ頭汗家系だからさ、ポンスもプクマルもなんか見るたびもう頭からシャワー浴びたのみたいな、お風呂上がりみたいなぐらい汗をかくんだけど、それ私の遺伝なのよ完全に。であと挑戦的になれるというか、シャーみたいな、私最強みたいな気持ちがめっちゃ増えたの。これ以上増えて大丈夫と思うかもしんないんだけど、みんなからしたら、そうやりたいこととか自由でありたいみたいな気持ちがめっちゃ増えて、男性ホルモンが増えてるんだなっていうのがもう超わかるの自分で。これ説明つかないかな、マジピルってすごくない？ピルって本当になんか人間を変えると思う。で今ピル飲んでてなんか意欲的になれないなって人、ピルやめたら多分ねマジ全部解決すると思うよ。油っぽいんだよね今、分泌が増えてる、なんか汗のちょっとなんかテカっちゃうみたいな感じで、なんか事務所が社員さんとご飯行ったのよ、8人ぐらいと行ったんだけど、私の事務所のね、その私ソロでご飯と一緒にこうやってイエーイみたいな写真をマネージャーが撮ったのね。なんか LINE でこの写真載せて大丈夫ですか事務所のアカウントでって言って確認が来たんだけど、なんか一回来たら、あすいませんちょっとテカってるのでテカリ加工入れ、テカリ防止加工入れましたみたいな感じで、なんかテカリ防止を勝手になんか施されてて、確かにすっげーテカテカしてんのね。そんぐらいなんか写真とかでも分かっちゃうぐらい顔にめっちゃ汗かくようになっちゃって、ピルやめて、いちいちテカリ防止加工とかしなくていいからね。失礼、なんだろう、親切と見せかけた失礼なんだよね吉田さんね。やっぱさ、あとさ、この避妊問題とか、女の子ってほんと大変だよね。これはもう女に生まれたからには、自分の体は自分でちゃんとケアしなきゃいけないし、守らないといけないから、男の子に対して、ちゃんと避妊してねとか、私は子供できたくないですよっていうのは、ちゃんと女の子が強い意志を持ってやれば、言うことは聞いてくれるんじゃないんですかっていうか、恋人の場合はね。自分で守れる範囲のことは自分でやらないと、男に委ねてたら本当にすぐ傷つくからね、女は。気をつけて生活していってほしいなと私は思ってます。でね、あやなんは最近30歳になったっていうことで、まあ、これはもう普通に年齢の問題なんだけど、こっからね、あーちゃんはいかに20代後半ぐらいの感じで30代を完走しきるかを考えてんの。39になった時、もうまるで29歳に見えるぐらいに、10歳は若く見えるぐらいの生き方をしていきたいわけなんですよ。やばい、30歳だよ、あーちゃん。だって22歳とかの時からツイキャスやってさ、こんにちは、とか言ってやってて、本当に全ての人生をインターネットに全部ほぼ出してきたなっていう。本当になんか時代ってめっちゃ変わったよね。人と見た目をこう、比べたりとか、例えばさ、あーちゃんのこの間の誕生日なんてめちゃめちゃキラキラしてるわけじゃん。あれってキラキラしてるから載せたのね。めっちゃキラキラしてる、最高、私幸せって思って載せるわけじゃん。そのテンションで載せた画像とか、そういうのがいっぱいインターネットにはさ広がってるからさ、みんなそれを見てさ、家でさこうやってさ鼻くそほじりながらそれ見てたらさ、私なんてカスだなって思うじゃん。私だって鼻くそほじりながらスマホ見る時だってあるけど、でもなんかキラキラしてるとこだけをみんなインターネットに載せるからさ、鼻くそほじって携帯いじってるとこなんて絶対にさインターネットに載せないでしょ。でだからみんなどんどん幸福度が下がってってるわけ。それ本当に問題だなって思ってるんですよね。うん、でだからみんな鼻くそほじるよっていうことはもう念をして言っておきたいです。みんな幸せなんだよって話。今あーちゃん、うん、こうやっていろいろ話、本当に自分が話したい話をバーって話してきて、ここから脱毛器の紹介をするところに持ってかなきゃいけないですね。これ YouTuber としての技の見せ所っていうか、 腕の見せ所だなって思うんだけど、このね自然なこう話の流れから、でそういえばなんか私ピル飲んで毛がねちょっと濃くなったかなって思うんですよとか言って、なんかやってかなきゃいけないのかなと思うんだけど、それはそれでちょっと不自然だから、普通に私は今日提供してくれてるユーライクさんって本当にあーちゃんのこと好きでいてくれてるんだよっていう話をまずしたいのね。これですよ、このロゴの、もうあーちゃんの口からユーライクって出たら、もうあの脱毛器ねってなるぐらい視聴者さんにはもう浸透してるかなって思うんだけど、もうそんくらい一緒に動画作らせてもらったりとか、インスタで紹介させてもらったりとかね。私が31人飲み会で本当に全ての人から見放されたような気持ちになったのね。どんな人も
あやなんっていう名前が出るだけでもう悪いことが起こるような、そんな気持ちになったのね。もう考えてるだけでちょっとね、目頭が熱くなるぐらい結構きつい時期があって、3年前2年前ぐらいに、その時に一番最初にお仕事をくれて、あやなんさんって言ってくれたのがゆらいくだったんですよ。めっちゃ泣きそう。私が絶対もう仕事できないだろうなって、あやなんが紹介してるのやめた方がいいねってなるぐらい自分が嫌われている存在だって自分で、ちょっと待って、マジで泣けてきた。そんな時にあのユーライクさんが、あのあやなんさんにこれ紹介してほしいです、落ち着いたらいいんで何ヶ月でも待ちますみたいな言ってくれたんですよ。で、あやなんちゃんが紹介してくれたから、すごいうちの商品の良さがすごい伝わって、たくさんの人にこの家庭用脱毛器が届いてますよって言ってくれて企業案件で泣いたの初めてなんだけど。で、今日はそのユーライクさん の、 あの今まで紹介してなかった別の商品がちょっとあるっていうことで紹介させてもらいたいんですけど、あの今まで紹介してきたやつ、その友達だったり妹に貸したりとか、めっちゃいいな、欲しいって言って、本当に家族にもおすすめしたいぐらいにいい脱毛器だから、で家にずっとコンセントさして、まめにお風呂上がりとかにパチ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 やって、もう腕の毛はね、もう本当にほとんど生えなくなって、まあ、足もうちょっとやっていきたいなって感じなんだけど、でなんか、あやあーちゃん医療脱毛やってたよねっていうコメントとかももらってたんだけど、確かに私医療脱毛はやってたのよ。でもそれはポースが生まれる前ぐらいで、まあ、3、4回やったのかな。でもう怖くてやめちゃったのね。もう痛いしめんどくさいし、なんか全部脱いで、もう人に見られて、すげえキワキワの部分までパチ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 やられなきゃいけないし、長いし、もうとにかくもう行くのがめんどくてやめちゃったのよ。そう、だから、こっからはもう一回医療脱毛を契約して通うっていうほど生えてないな、みたいな状態なのね。だからその時にこれがすごい役立つんだけど、で、この今回のこの黒いね、ローズ IPL 光美容器っていう、これが正式名称なんですけど、この商品は今までの脱毛器に LED 美肌機能を搭載したモデルらしいんですね。脱毛と赤色ライト美容の2つのケアを1台で行って、脱毛しながら赤色 LED ライトでダメージを受けたお肌を修復っていうことですね。修復しながら脱毛ができるっていうものなんだって。めっちゃすごいね。ちゃんと脱毛する前はこうやってカミソリで剃ってからやるんですね。これもちゃんとついてるっていう。出ました、これですよ。いくよ、眩しいから気をつけてね。はい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 、来ました。まずこの電源ボタンを押すでしょ。で、多分レベルが選べるのよ。それでは早速脱毛していくよ。来た、来ました、これですよ。赤いのが光りながらパチ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 脱毛されている。最高じゃん。でもいいよね、こうやってさ当てながら肌が綺麗になるってことでしょ。で、このね、今赤く光ってるじゃないですか。なんで赤かっていうと、この赤いライトはコラーゲンの生成を促すんだって。それでこうシワとかが消えてったりとか、肌荒れが薄くなったり、美肌効果があるんだって。結婚式控えてる友達とかにプレゼントとかしたらすっごい喜ばれると思うね。私にも友達がいるので、結婚式控えてる2人ぐらいにプレゼントしたもん、普通に自腹で。あー、やっぱり冷たい、冷たくて気持ちいい。本当にね、全く熱くないから、熱くないし怖くない。これめっちゃいい、マジで。はい。でもさ、なんか今ほんと脱毛が当たり前の時代になったよね。なんかそろそろ遺伝子から改革してさ、毛なんて生えないようにしてほしいよね。この LED ライトがさ、赤く光ってるモードは、ここの真ん中のボタンのところでオンオフすれば、これまずピッて一回押せば、普通にただの脱毛モードに、これは普通の脱毛モードね。で、もう一回ピッて押したら、赤が先にピッて光るの。で、その後光るみたいな。その後脱毛っていう風なモードに変えることができます。強力モードにしてみようかな。一番強いモード。これでいいやん。絶対これでいい。はい、ということで、今日私が紹介したユーライクの商品の正式名称はね、ユーライク IPL 光美容器、ローズというものでございました。めっちゃいい。待って、本当にちょっといい。やばい。今まで私が紹介したのも、もう全然、脱毛器としてはもう同じなんだけど、美肌効果もあるっていうのがお得すぎてありがたい。で、こっから夏なんで、バシバシ脱毛していかないとね。で、このローズっていう方には美肌機能がついてるじゃん。
で、この美肌機能いらないなって思う人は、私が前に紹介してるエア3っていう方でも全然十分に、効果を発揮してくれます。で、値段がちょっと下がるからさ、そっちの方がお手頃価格だから、美容機能はまあいいよっていう人はエア3の方を買えば、脱毛機能としてはもうバッチリ備わってるので、そちらもおすすめです。で、こっちだと肌も綺麗になる性能がついてるから、まあさらにいいよねって、そこのお金はケチらないで、ここも欲しいよって人はもうローズの方がそこに関してはいいのかなっていうふうに思います。誕生日プレゼント、これ嬉しいな。人へのプレゼントとしてもすごいいいし、自分へのご褒美にもすっごくいい商品だなって思います。で、あとさ、やっぱさっきのあのピルとかの話じゃないけど、美肌っていうのはもう自信になるからさ、ちょっと肌汚いとかだけで人に対してまっすぐ話せなくなったりとか、目見て話せなくなっちゃったりとかするのよ。自分で気になるところはできる範囲で消してってあげると、それが態度に出て、ゆくゆくはあの自分の自信につながると思うんで、気をつけてやっていけば、産後子供を何人産もうがそんな風には見えないっていう風に思ってもらえるような体作りも全然できると思うんで、もういっぱい綺麗なお母さんいるからね、この時代。やっぱね、子供産んだ後になんかママっぽいとか言われると結構傷つくんだよね。これってなんでかなって思うんだけど、やっぱ女なんよ。ママだけど女だから、ママであることはすごい嬉しいんだよ。だけど、なんかすごいお母さんっぽいねみたいなこと言われると、お母さんっぽいってなるよね。ママに見えないって言われると、そうってなるの。これってね、絶対そうなの、みんな。だから、いつまでも現役ですみたいな感じで子供産んでも、あの若々しさを取り保てるように努力を重ねてまいりたいと思います。ということで、まあ、いろいろ長々と話してしまったんですけれども、産後ってね、本当にいろんな体調の変化があったり、今までできなかったところにブツブツができたりとか、本当にいろんな些細な変化があるし、敏感になる時だから、あのより一層自分磨きには、お金と時間をかけていきたいなというところと、子育てもね、ほどほどに、本当に子育て子育て言ってない、子育て子供なんてほっといても元気になるし、元気に育つから大丈夫、そんなに気にしなくて大丈夫なんですよ。そう、だから子育ても家事もほどほどで、自分の時間も作っていいし、働いてなんかするでもいいしさ、みんなそれぞれ幸せに過ごしていけるような感じで、私は子育てやってるので、ぜひ参考にしてみてください。ってことで、今日の動画はこれで終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ユーライクの今日の紹介したローズっていう脱毛器も概要欄にいろいろ説明貼ったり、購入できるページとかもそこに貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。じゃあ